をズルをしてる感じですかね。寒いっすね。確かね、途中でね放送なくなるらしいんですけど、まあ多分ほとんど舗装路なんで、まあ、電車入りで多分大丈夫かなと思って。駅なんで今日で今登ってるのさ、私はい到着です。ただいま3時18分。結構ね何台か止まってますね。 10台ぐらい止まってるかな。さて切って鍵 OK、 行きますか。日本で最も高い峠、三国峠まで4キロ。はい、行きます。3時間4時21分今10分の5っていうところまで来ましたね。だいぶやっぱり10月に入って明るくなるのが遅くなっちゃった。先ほどねえらい勢いで一人抜いてきましたね。タフそうな気合の入ったお兄さんでしたね。今日の山はちょっと距離が長いのでね、安全にね、特に暗いうちはあんま飛ばさないようにね、私は行きたいと思います。5時18分、小屋44分ですね。先ほどからの風が冷たいなって感じてます。気温が、今5度ぐらいですかね。やはり先月1ヶ月ぐらい、ちょうど1ヶ月ぐらいですかね、前に、北岳の方行ってきた時に比べたら随分やっぱり寒くなりましたね。下るな、結構下りますね。なんとかダニっていうのはこっちの方の方言なのかな。お腹空いてきちゃったな、朝から何にも食べてない。
丈夫。よいしょ。こちらは、塩見さんは携帯トイレなんですね。小屋手前ぐらいからね、ハイマツばっかりになりましたね。あれあれ。今、ライチョウが、ここ入っていったよな。入っていったんだけど。あ、ここ行くんだね。すごい。雪雲もめちゃくちゃ綺麗です。見えますかね。映ってるかな。さっきの小屋あそこですね。よし。この登り前におにぎり1個食べました。これでもバッチリです。
3000超えましたね。いや、今日は足が重たかったな。やっぱりちょっと楽な山ばっかり登ってたせいか、足がね重たかったですね。ようやく、もうたまらんね、ここまで来たら。すごいですね。